星野拓は、千葉県出身の元バスケットボール選手である。ポジションは、シューティングフォワード。身長188センチメートル、体重86キログラム。小学校2年の時にスラムダンクの影響もあり、バスケットボールを始めた。市原市立優秀中学校に、進学、2005年には、ジュニアオールスターに、千葉県選抜メンバーとして、出場、準優勝した。 三年時に関東大会に出場、東海大学附属相模中学校に敗れて、全中を惜しくも逃した。中学では、生徒会長も務めた。私立船橋高校に進学、デビュー戦で3ポイントシュートを13本成功させた。高校2年の終わりには U-18 日本代表の合宿に参加した。キャプテンとなった高校3年の時、 インターハイ予選で手を骨折し、本大会には間に合ったものの1回戦で、沖縄県立北中城く高等学校にトリプルオーバータイムの末、敗れた。同年のウィンターカップではベスト8に入った。高校を卒業後、筑波大学に進学したが、小指を疲労骨折しており、筑波大学附属病院に入院して、手術を行った。同年夏前に再度、同じ場所を、 疲労骨折した。4年時にはキャプテンを務めた。大学卒業を控えた2013年2月、千葉ジェッツと練習生契約を結び、千葉エクストリームスに入団した。2014年2月に、千葉ジェッツに選手契約を結んだ。3月1日の筑波ロボッツ戦でデビューし、初得点を挙げた。2016年引退。引退後は、 千葉県立八代東高校の教員として指導をし、2021年春からは母校私立船橋高校に転任。私立船橋高等学校女子バスケットボール部のサブコーチとして技術面の指導にあたる。ありがとうございます。